もう一度甲子園を目指しませんか？マジかよ、おい。元高校球児の夢への再挑戦、マスターズ甲子園。ぜひそれを皆さんにも味わってほしいんです。そんなんじゃないの、取り返せるようなもんじゃないの。どこか遠く、日のあふれ。我々にとってあの夏はまだ終わってないんです。あの夏のことを話さなければと思って。夢を追う不器用な父親たちの物語。負けるならちゃんと負けて蹴りをつけたいんです。アゲイン、28年目の甲子園。